はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。3時半を回りました。7月は25日の木曜日でございますね。ちょっと日が陰ってるのかな。雨が近づいていますというふうに出てますけど、また雨降んの、ほんまに。まあええけど、はい。さて、今日は日経平均が1280何円もですね、下がりまして、どうやら日本もですね、不況に入るんちゃうかという感じになってきました。まあ、分かっていたといえば分かっていたことなんですよ。多分これ不況やと。なんで今でも追っててんのって不思議でしゃあないんですけどね。不況です。多分、この後不況です。今回長いですよ。というか、出口見えない。なぜかというとですね、人口が毎年すごい勢いで減ってるでしょ。昨日発表ありましたけどですね、1年間で86万人減ったわけでしょ。これからそれが100万人超になっていきます。でどん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 減っていくんですよ。まあほんで外国人が多少入ってきてるんですけど、それを補うような感じではないわけで、人口が減るということはですね、総需要が減るということなんですよ。もう確実に食べる量が減るでしょ。86万人って86万人ってすごい減り方なんですよ、実は。まあ、東京に住んでるとね、それを感じませんけどもですね、地方に行くとですね、86万人ってはすごいですよ。で、この流れはですね、実はですね、世界的な流れの一部です。人口が減ってる国というのは、基本的にね、景気はどんどん悪くなる。当たり前ですけど、何か大きなイノベーションがあれば別ですよ。でもそうでない限りは景気は悪くなります。これはお隣さんもそうなんですね。さて、コリアウェーブ、今日の12時ですからですね、まだ3時間ちょっとですね。コロナの時より難しい…韓国上半期の企業破産申請1000件に迫るというですね、ニュースがあります。ちょっと読みましょうか。韓国で今年上半期の法人事業体の破産申請件数は1000件を近くに上った。これは前年比で 36.3% 増、激増と言ってもいいでしょうね。1日平均で5社が破産申請をしている計算になると。裁判所の統計月報によると、今年上半期の法人破産申請は987件になった。韓国の法制度っていうのは、骨格は日本と相当似ているんですね。なぜ日本から独立したわけですから日本の法制度とりあえずは使おうって使っていて、それを基本にこう組み立ててきたわけですから、基本日本とよく似てて、でなぜですね、日本大好きな国ですから日本が大きな法改正をすると、お、僕らもやらなあかんのちゃうのってやってるわけですなんやかんや言いながらあいつらなんで基本的にこの日本とよく似てるんですね。だから破産は破産なんですよ、向こうのね。が987件、1月が151件ウニャリアって書いてますけど、これ結構ですね、すごい数字だと思います。私たびたび申し上げてきました。今年前半韓国は個人破産が増えるだろうと、多分いっぱい増えるだろうと、その次がですね、企業のですね、倒産なんですね。特に中小企業の倒産はラッシュになるんちゃうかと、まあその通りになってるという感じですね。さっき別の動画で言ってたんですけど、僕去年の後半から日本は景気悪化すんでと言っていたからですね、当然全然悪化しなかったんですね。なんでやろうと思ってたんですけど、どうやら日本もですね、今年のもう後半に入ってますね。景気悪化が鮮明になってきそうな感じがします。やっぱしね、日本も韓国もそうですけども、中国経済の影響をですね、受け始めてきたんちゃうかなと。まあ中国はもう去年、もう一昨年あたりからすごいですね、こう、やばい状態になってきています。で、今後ですね、何らですね、良くなる見通しはございません。どんどん悪化していきます。どんどん悪化していくでしょうね。もうその影響が出てきました。で、ですね、日本よりも韓国の方がやばいです。というのは、ストックがないんですね。あの人たちって自分たちが、俺らも先進国やとかって G8 にしたらあかんでと言ってるんですけどですね、先進国と比べて全くストックが薄いのが韓国でして、はっきり言ってやばいですよ。何があって、昨日も言いましたけど、1997年の2の前になります。つまりですね、お金が足りなくなる、外貨が足りなくなってですね、
なんて言いますかね、デフォルトに陥りそうな気配が近づいてるんちゃうかなと。まあすぐちゃいますよ。とりあえず大丈夫ですよ。とりあえず大丈夫ですけどもですね、これからですね、その中小企業 の倒産が今ラッシュになってるんですね。その次に起こるのは何かというと大企業なんです。多分今年の後半戦にはですね、僕らでも知ってるような名前の大企業、関連企業ですね、大企業のグループ企業ですね、が倒産するんじゃないかなと。まあ一番危ない系は建設系です。建設というのはね、その日本の建設と違ってね、やっぱり不動産なんですよ、向こうの場合、建設が。不動産会社ってあんまりでかいのないんですよね、なんか不思議なことに。その辺はよく事情はわかりませんけど、建設が不動産をこう含んでるという感じなんですね、お隣さんの場合は。その不動産がですね、基本的に構造的にやばいんですね、お隣さんの場合、今。そこからほころびが生じてですね、でっかい建設会社、今日本のゼネコンみたいな会社がですね、プラス建設、日本のゼネコンみたいな会社がですね、不動産業もやってるんですね、向こうは。でそれが飛んでいくんちゃうんかなという感じがします。そうなるといよいよですね、不況色がお隣さんを覆うということになります。で、今でもやばいのがですね、このドルウォン相場ですね。今1385ですけども、毎日毎日小忙しいんですけども、あのね、基本この1400というラインを守ってるんですよ。守ってるんですよ。この1400のラインを守れなくなるとですね、おー、やばいんちゃうか、お前らみたいな感じなんですね。で、韓国という国はですね、主要輸出品目が15しかないと言われてるんですね。ほんまかどうか知りませんよ。メモリー、半導体とか液晶画面とかですね、液晶モニターですか、とか、まあ、あとは自動車とか造船とかですね。で、主要な15品目で、今、絶好調というのがないんですね。メモリー、半導体が回復をしました。ちょっと弱い回復です。だからですね、サムソンやですね、SK という基幹的な大企業がですね、経営危機になるということはちょっと考えにくいんですけども、自動車なんかは比較的危ういんちゃうかなと。今日もね、さっき日産自動車が 99% 減益と、営業益が 99% 減というふうなニュースが日経新聞で出ていましたけども、多分ヒョンデ、現代ですね。ヒョンデとかデウとかっていう、まあ同じグループですけど、が相当傷んできてるんちゃうかなというふうに思います。で、基本的にね、本当でないことを息を吐くようにおっしゃる人々ですからですね、ちょっと先延ばしをしてるかもしれないんですよ。今でも相当悪くなってるのにですね。どっかでドカンと出てきて、例えばヒョンデなんかがですね、経営危機やとかって言うたら、これはっきり言ってですね、お隣さん国全体の、あの国全体の経営危機ですよ。ヒョンデの経営危機は。なんで、そういうことに陥る可能性が今、じわっと近づいてるんちゃうかなということを感じさせますね。はい。まあ、とりあえず、このですね、今読みかけましたページですね。1000件、1000社近くがですね、破産申請しているというタイトルのですね、ところを一応貼っておきますね。はい。皆さんどうもありがとうございました。